筋トレに関する面白い雑学。背伸びをすると姿勢や血行、リンパの流れが良くなり、肩こりや冷え症の予防、背中周りに脂肪がつくのを防ぐ効果が得られる。毎日背伸びをすると胸を張って肩骨を引き寄せることができ、肩甲骨を寄せると褐色脂肪細胞が活性化するため、余分な脂肪を燃焼しやすくなる。また背伸びをするときはお腹に自然と力が入ることで筋肉が鍛えられ、基礎代謝が上がるためダイエット効果も期待できる。ちなみに背伸びストレッチは1回15秒間程度がおすすめされている。入浴前に10回腕立てすると、食後に歯磨きをするように筋トレを習慣化しやすいとされている。また正しい姿勢で2秒かけて曲げ、2秒かけて戻す腕立てを10回1セットとして行うと効果的に負荷をかけられる。筋トレ初心者でありがちなミスは過度な重量設定。重量が重すぎると正しいフォームが崩れるため怪我につながる。初心者の場合はまずは軽めの重量から始めてフォームに集中すると良い。ご視聴ありがとう。チャンネル登録してから次の動画に進んでください。